カービー・カーリー・イエーツは、アメリカ合衆国ハワイ州カウアイ軍、リフエ出身のプロ野球選手、右ト左ヒ MLB のトロントブルージェイズ所属。2005年の MLB ドラフト26巡目で、ボストン・レッドソックスから指名されたが、ヤバパイ短期大学へ進学した。タンパベイ・レイズ時代2009年6月19日に、タンパベイ・レイズと契約して、プロ入り。契約後、 参加のアパラーチアンリーグのルーキー級プリンストンレイズでプロデビュー。14試合に登板して0勝1敗4セーブ、防御率2.39、49奪三振を記録した。2010年は A 級ボーリンググリーンホットロッズでプレーし、27試合に登板して3勝6敗5セーブ、防御率3.30、97奪三振を記録した。八月に A 級 シャーロット・ストーン・クラブズへ昇格し、1試合に登板した。2011年は、ルーキー級、ガルフ・コーストリーグで4試合に登板後、7月に A 級シャーロットへ昇格。A 級シャーロットでは16試合に登板して2勝、0敗にセーブ、防御率1.62、45奪三振を記録した。2012年は、A 級、モンゴメリー・ビスケッツでプレーし、 50試合に登板して4勝2敗16、セーブ、防御率2.65,94奪三振を記録した。2013年は、トリプル A 級ダーラムブルズでプレーし、51試合に登板して3勝2敗20セーブ、防御率1.90、93奪三振を記録した。オフの11月20日に、レイズとメジャー契約を結び、40人枠入りした。 2014年3月13日にトリプル A 級ダーラムへ配属され、そのまま開幕を迎えた。トリプル A 級ダーラムでは21試合の登板で、1勝0敗16セーブ、防御率0.36と高騰し、6月7日に不調の女子ルーキーがディーフとなったため、メジャーへ昇格。同日のシアトルマリナーズ戦で、メジャーデビュー。7回表から登板し、 1.1回を無安打、無失点に三振に抑えた。昇格後は、シーズン終了までリリーフに定着し、この年は37試合に登板して0勝2敗1、西部、防御率3.75、42奪三振を記録した。2015年は、リリーフで20試合に投げて、メジャー初勝利を挙げた。しかし、 東急回20.1回で非本塁ラ10防御率7.97と大炎上した。11月20日にディーフとなった。ニューヨークヤンキース時代2015年11月25日に金銭トレードでクリーブランドインディアンスへ移籍したが、2016年1月5日にマイクナポリの加入に伴ってディーフとなった。1月8日に金銭トレードで ニューヨークヤンキースへ移籍した。ヤンキースでは、ブルペンの一角として四十一試合に、リリーフ登板。一点一回で五十三審を奪い、自己最高の脱三振率十点九を記録したが、死球を出す頻度も高まり、防御率五点二三に終わった。二千十六年十月五日に、ウェーバー工事を経て、ロサンゼルス・エンゼルスへ移籍した。二千十七年四月二日に、 リーフとなり、4月7日に、マイナー契約で参加のトリプル A 級、ソルトレイクビーズへ配属された。その後、4月22日に、ギャレット・リチャーズの60日間の故障者リスト入りに、伴って、メジャー契約を結んで、アクティブロースター入りしたが、同日のトロント・ブルージェイズ戦に8回に2番手で、登板し、1回を投げに非本塁が、2失点で降板となり、翌23日に再び、 ディーフとなった。2017年4月26日に、ウェーバー工事を経て、サンディエゴパドレスへ移籍した。移籍後は、ダレンバルスリー投手コーチの指導もあって、投球内容が改善され、主に7回に登板し、8回のクレーグスたメニーへ、傾投することが多かった。4勝5敗1セーブ20ホールド、防御率3.72などを記録した。年は序盤に、 クローザーのブラッドハンドにつなぐセットアップマンだったが、ハンドが7月にトレードで移籍してからはクローザーに昇格した。5勝3敗12セーブ16ホールド、防御率2.14などを記録した。オフの10月29日には2018日米野球の MLB 選抜に選出された。2019年はクローザーとして0勝5敗40、またオールスターにも初選出された。 最優秀救援党首賞の最終候補には選ばれたものの女子兵団が受賞した。サイヤング賞の投票では旧位体だった。2020年1月にパドレスと年俸調停を避けて1年約706万ドルで契約延長した。この年は故障により6試合の当番に止まった。オフの十月二十八日に FA となった。千二十一年一月二十日に トロントブルージェイズと550万ドルの単年契約を結んだ。3月24日に右肘のトミー・ジョン手術を受け、開幕前にシーズン終了となった。ありがとうございます。